こんにちは、デリッシュキッチンフードスタイリストの石野です。今日はきゅうりが主役の夏に美味しい人気レシピ3品ご紹介します。今日のテーマは副菜になりがちなきゅうりを主役に炒める、蒸す、揚げる、この3つの調理法できゅうりの可能性を引き出します。豚肉、鶏肉、牛肉、すべてと相性抜群で満腹のおかずに大変身します。どれも非常に簡単な人気レシピです。それではクッキングスタート。一品目はきゅうりの肉巻きレンジ蒸しです。このレシピは火を使わずに手軽に作れて、梅ポン酢で味付けするので暑い日にぴったりなさっぱりレシピになっています。おつまみにもおすすめです。材料はこちらです。きゅうりは両端ヘタの部分ですね、切り落としていきます。きゅうりの長さを3等分に切ります。ポイントとしてはきゅうりの幅と豚ロース肉の幅を合わせています。合わせることで食べた時の豚肉ときゅうりのバランスが良くなるのと、あと見た目の仕上がりも綺麗になります。それぞれを縦半分に切ります。これをさらに3等分の放射状に切っていきます。太さとかに合わせてカット数を変えていただいても大丈夫です。豚ロース肉にスティックきゅうりを巻いていきます。巻く前に豚肉には塩コショウで下味をつけます。豚肉1枚に対してきゅうりは3本です。手前に置いて奥に向かって巻いていきます。きっちりきつめに巻いてください。こんな感じですね。お肉のこの細い方を手前にして最初に中に巻き込むと、最後はこう幅の広い部分が来るので、お肉が剥がれにくくなります。で、見た目も綺麗に巻けます。お肉は巻く直前に冷蔵庫から出してください。しばらく室温に置いておくと脂身が溶けて巻きにくくなってしまいます。巻き終わったお肉を耐熱皿に乗せてレンジで加熱していきます。置く時のポイントはお肉の巻き終わりを下にしてお皿に並べます。巻き終わりを下にすることで加熱している時にお肉が剥がれにくくなって形が綺麗に保たれます。お酒を回しかけます。全体にかかるようにしてください。お酒をかけることでお肉の臭みが取れて旨味がアップします。ではラップをしてレンジで蒸していきます。600ワットで5分です。次は梅ポン酢だれを作ります。まず梅干しです。梅干しは種があるので種を取り除いて細かく叩いていきます。もし梅干しが家にないよっていう人は梅のチューブのものでも大丈夫です。叩いた梅に調味料を合わせます。ポン酢です。次ごま油入れるとすごい風味が良くなりますね。と白いりごまです。よく混ぜてください。ポン酢を使うことで梅干しとポン酢という組み合わせ、夏にぴったりで爽やかな風味になります。レンジ加熱が終わりました。熱いので気をつけてください。器に盛ります。巻き終わりを下にして加熱したので形も崩れず綺麗に巻けています。では最後タレかけます。梅が沈んでると思うのでもう一度よくかき混ぜてください。きゅうりの肉巻きレンジ蒸しの完成です。おつまみにもおすすめです。レシピのポイント、デリッシュキッチンポイントは、きゅうりは豚肉の幅に合わせて切る、肉巻きは巻き終わりを下にする。この2つのポイントを押さえるとより綺麗な見た目で食べやすい仕上がりになります。2品目は牛肉を使ったきゅうりの炒め物をご紹介します。このレシピはご飯によく合う味付けなので夕飯のおかずにおすすめです。材料はこちらです。まずは斜め薄切りにすることで火の通りが早くなり、味が馴染みやすくなります。
よく味噌ダレと絡みます。きゅうりなんですが、ナスと大体同じくらいの大きさになるように切ってください。それぞれを縦4等分にします。具材を同じぐらいの大きさや形に切ることで、炒める時の火の通りが同じぐらいのスピードで火が入ります。このような感じです。きゅうりを塩もみにします。ボウルにきゅうりと塩を入れます。軽く揉んでください。全体に塩をなじませる感じですね。きゅうりを置いている間に合わせ調味料を作ります。よく混ぜます。炒め物は手早く行うのがポイントです。そのために調味料を合わせておきます。5分経ちました。表面にも水分が出てきているのが分かります。軽くきゅうりを絞るような感じで握ってください。きゅうりは水分が多い野菜なので、事前に塩もみをして水分を出しておくことで、炒め物の時など水っぽい仕上がりになるのを防ぎます。お酒で牛肉の臭みを取ります。揉み込みます。片栗粉をまぶします。お肉の水分が抜けずに中に閉じこもってくれるので、パサついた仕上がりにならずにしっとりと柔らかく仕上がります。では炒めていきます。サラダ油です。火は中火にしてください。牛肉を炒めます。おろしにんにく、生姜も加えます。肉の色が変わるまでほぐすようにして炒めます。ナスを入れます。ナスがしんなりして牛肉と馴染むまで炒めましょう。ナスは油と相性のいい野菜で、この白い部分がスポンジのようになっているので、油をよく吸って調味料ともよく馴染みます。このくらいしんなりしてきたらきゅうりを加えます。合わせ調味料も加えます。ここからはさっと手早く炒めることがポイントです。きゅうりを最後に加えることで食感を残して仕上げています。このくらい馴染んだら完成です。牛肉ときゅうりのさっぱり炒めの完成です。このレシピの DK ポイントは、きゅうりは塩もみをする、調味料は合わせておく、きゅうりは最後に加える、この3つのポイントを押さえると火の通り過ぎを防げて食感よく仕上がります。3品目は鶏肉ときゅうりを使って春巻きを作ります。いつものバンバンジーを揚げ物にすることでボリュームがアップするので、ご飯のおかずにもぴったりです。材料はこちらです。ささみの下処理を行います。お酒です。塩を加えます。ふんわりとラップをします。600ワットのレンジで2分加熱します。粗熱が取れるまで置いておきます。ささみに先に火を通すことで揚げ時間が短くなります。長ネギときゅうりを切ります。長ネギは斜め薄切りにします。存在感を残しつつも他の食材との馴染みが良くなります。きゅうりはヘタの部分両端を切り落としてください。千切りにしていきます。千切りにしたきゅうりを塩もみしていきます。塩は2つまみぐらい全体にまぶしてください。塩もみをしてきゅうりの水分を出すことで他の食材との馴染みを良くします。また水分が多い食材を油で揚げると油跳ねが起きやすいため、しっかり水分を抜きましょう。このまま5分ほど置きます。ささみの粗熱が取れました。手でほぐしていきます。大きめにほぐすと歯ごたえがあって食べ応えのある仕上がりになり、細かくほぐすと他の食材と馴染みやすくなるので、お好みの大きさでほぐしてください。ほぐしたささみにネギを加えます。
きゅうりですね。5分ほど経ちました。きゅうりの水分を絞りながら移していきます。混ぜ合わせます。具材が全体に混ざったら春巻きの皮に包んでいきます。今日は春巻きがささみ、きゅうり、ネギと淡白な具材が多いので、漬けだれはしっかり濃いめのものがおすすめです。春巻きの巻き終わりに止める水溶き薄力粉を作ります。薄力粉にお水を加えて混ぜます。水溶きの片栗粉でも代用可能です。ですが、薄力粉の方が揚げ色がつきやすくパリッと仕上がるので、水溶き薄力粉がおすすめです。では具材を巻いていきます。今日は春巻き6本分なので、6分の1量をの手前に乗せます。巻いていきます。手前を巻いたら両サイドを閉じます。このまま折りたたむようにして巻きましょう。で、最後この三角の部分ですねを残して、ここに先ほど作った水溶きの薄力粉をつけます。少量で大丈夫です。折りたたむようにして閉じます。同じように6個作っていきましょう。春巻きを包む時は中に空気を残したまま包んでしまうと、揚げてる時に破裂してしまう可能性があるので、きっちりきつめに巻きましょう。では春巻きを揚げていきます。サラダ油をだいたいフライパンの底から1センチから2センチ程度入れます。中火で熱します。油は170度ぐらいまで温度を上げます。菜箸を入れた時に下から泡が絶え間なく上がってくる状態がだいたい170度ぐらいになります。このくらいになったら揚げていきます。春巻きは畳には火が通っているので、揚げ色がつく程度で大丈夫です。ここ短時間ですぐ揚げ色をつきます。今回はフライパンを使って揚げました。フライパンを使うと少ない油でも綺麗に揚がります。入れるときに一度にたくさん入れてしまうと油の温度が下がりやすいので、少しずつ揚げるのがおすすめです。綺麗に揚げ色がついてカラッと揚がりました。カラッと綺麗に揚がりました。皆さんもぜひ作ってみてください。このレシピの DK ポイントは、ささみには先に火を通す、きゅうりは塩もみをする、この2つのポイントを押さえることで短い揚げ時間でパリッと美味しく仕上がります。今日はきゅうりを主役にした3品ご紹介しました。ぜひ今が旬のきゅうりを使って美味しいおかずを作ってみてください。チャンネル登録や高評価、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。デリッシュキッチンでした。